坂木田清兵昭和4年10月10日は、明治時代から昭和時代の政治家。戦国軍会議員、秋田県会議員を経て、元衆議院議員。地方問題の解決と、常並武次郎内閣実現のために奔走した。では国戦国軍大曲村に、王子主、四世、坂木田清兵という立出身の佐田の長男として、誕生。陽名は製造。 女ばかりの後の待望の男子となる。1874年に、大局小学校に入学後、間もなく父長蔵が亡くなり、家督相続し、加盟の生兵衛を継いだ。ワンパク少年だったが学問を好み、上沢茂、黒沢俊吉、高垣茂明、岡田義成らに支持し、自宅向かいに公衆義塾を設立した。14歳頃に、対局小学校上京就任。 1881年、今の青年会にあたる大局談話会を設立し、町の使用行事、政治の動きを決定する機関となった。翌年には、田口岩蔵らと戦木改良者を設立し、三枚の改良に着手、また関連抜工、高知整理なども奨励した。1888年の町村政志向に伴って、大曲村会議員の一人として当選し、 政界への第一歩を踏み出した。1890年県会議員となり、翌年の戦国軍会の開設に伴い、第一会議員に大曲町から選出された。同年の通常軍会では議長代理に当選し、翌年には軍参事会員に挙げられ、軍会をリードした。軍会議員としては道路の改削、病院の設置、軍役所の建築などに着手し、 1896年8月31日発生の陸雨地震の救済、復興にあたっては、国、県に強く働きかけを行い自責を残した。県会議員としては、県立図書館の設立、国立種馬所の神宮寺への誘致、農商務省農事試験場陸上市場の花館への設置、大雨線の全通促進運動、秋田育英会の創立、 土崎執行案の可決、横手中学校、大曲農学校の設立、秋田市水道の布設千秋公園の秋田市医官などに力を尽くした。1901年の通常見解では、第18大県会議長に選出されたが、病気療養のため1903年9月に、任期満了とともに議員を退任した。また、経済界の動向にも着目し、 田口岩蔵と資金合本社を設立し、1894年に大曲り銀行に発展した。同年、大曲り米国取引所を設立し、初代理事長となった。その機関紙として、大曲り商法が生まれた。1902年には、秋田新聞の建て直しを計画し、株式会社組織の秋田伊佐を新報を発足させ、重役に就任。1906年には、 秋田のお銀行頭取の初代頭取に就任した。1908年4月19日に発生した川上弁護士邸焼き打ち事件が大義士出馬のきっかけを作った。この事件は秋田地方裁判所対局支部の横手への移転を不満とする大曲町民が移転推進を公言していた横手町出身の弁護士川上勝吉宅を焼き打ちした。この事件は 横手出身の大義士沼田うげんたの政治活動によるもので、対局からも大義士を送れという機運が高まり、同年6月の第10回総選挙に秋田県軍部区から無所属で出馬しトップ当選した。選挙では秋田新歩党は順当員扱いで支援したものの、岩手県選出の原隆氏への敬服から帝国議会では立憲声優会に所属した。翌年1月には、 政友会秋田県支部総立八会式を挙げて、党勢の拡大に努めた。第26回帝国議会では1年制議員ながら、政案委員長に当選し、各種法律案のほか、公安改良、全国鉄道促成、学生改革、河川改修費増額などに関する権議案を提出して可決させた。1921年11月、尊敬していた原が、 東京駅で視察されると甚だしく落胆し、政界引退まで厳明したものの、当時政友会の協議委員長の住職にあり、周囲の情勢が引退を許さなかった。原なき後は、常並武次郎と政治行動を共にし、常並内閣実現のために奔走した。1924年1月に、清浦内閣支持をめぐって、高橋惚歴予想裁と対立して、 声優会を脱党し、常並を総裁として、声優本党を結成した。1927年には、県政会と合同して、立憲民政党を結成。翌年8月には、民政党を脱党して、新党クラブを結成。さらに1929年7月には、常並はじめ派の新党クラブは、声優会に復帰した。裁判年は、 声優会最高顧問の地位に就任した。田中義和総裁の急死によってその後継問題が起こり、病苦を忘れて、常波擁立のために格索したが、1929年10月9日に、公認総裁は犬飼い武氏に決定の知らせを聞き持病の胃潰瘍が悪化し、翌10日午後9時30分東京芝白銀の別邸で急成した。去年 13日に青山斎場で葬儀告別式を行い、15日に大曲町で町葬が取り行われた。法名は生命院尺高人。所属寺の安養寺に墓が大川寺に文骨を納めた記念碑が建てられている。初当選以来森曲線布設に心血を注ぎ、1910年には聖曲線建設同盟会を結成し、 その実現を政府議会に請願させた。再三計画は頓挫しながらも粘り強く、世論を盛り上げ、ついに1919 19年元内閣で、軽弁鉄道として、両院で可決成立し、翌年着工、1921年7月30日に、政府内軽弁線として、対局角野立館が開通した。 大局政府内間が開通したのは1923年8月31日、関東大震災発生の前日のことである。一方、森岡、橋浜は前年7月に開通し、仙岩峠の掘削に進もうとしたものの、加藤孔明内閣の緊縮政策によって工事延期となり、1929年、浜口内閣で工事中止が正式に決定した。森岡、 対局間を結ぶ田沢湖線が全通したのは建設運動開始から実に六十四年後の九百六十六年十月二十日のことである。現在は田沢湖線と並行して秋田新幹線、小町の運行路線となっている。九百十七年にもがみ川改修に伴う赤川流域の二重事業が計画され、もがみ川の両岸数百丁部を掘削することになったため、 周辺住民は反対の陳情を重ねた。翌年将来を訪れた際、改修計画を公開させることを約束し、農民救済に当たった。その結果、川幅の拡大を縮小して、西山を掘削することになり、1921年、着工、1927年に赤川新川は完成した。他には、森岡宮古間の鉄道路線実測を、 石丸茂美鉄道議官に、やらせ苦難の末に完成させた。関東大震災後の復興事業では、復興局総裁に、元秋田県知事、清野長太郎を起用して、帝都の近代的復興に大きな功績を残した。地元問題では、平賀郡殿根森の泥棺敷問題吉野鉱山の煙毒問題の解決に尽力した。大正時代の実業家は、 幾度となく、東京地下鉄の設計書、資料を政府に許可申請したが、地盤沈下、工事が困難であることなどを理由に全部却下していた。山梨県出身の実業家、早川徳治は特に、坂木田を頼り、政府と民間から技術人をロンドンに派遣し実情を調査させ、その報告書を政府に提出した。その結果、早川らに建設許可を与え、 1927年12月30日に東京地下鉄道会社によって浅草上野館が開業した。後年早川は坂木田先生がいなかったら日本の地下鉄は生まれなかったと実会している。1908年5月15日の第10回総選挙で秋田県軍部区から立候補して初当選を果たし、1928年2月20日の第16回総選挙まで、 連続7回当選した。ありがとうございます。